おはようございます。釣り子 TV です。人気のレイドジャパンからまたまた新しいルアーワームが登場しましたよ。ねえ、今年レイドジャパンね、どんどん新しいワームとかね出てきてるから目が離せないんですけども、これはね、名前も特徴的な、その名もファンタスティック4.8 インチっていうことでね、お、何で釣れたの？あ、ファンタスティックってね言えるような時が来るのかななんてね思って、面白い名前だななんて感じましたけども、そんでね、カラーはね、大好きなこういったスカッパノン系のねカラーを買うことができたので、早速ね開けてどんな感じか見ていきたいと思います。で、6本パックで850円だよなんていうのが書いてありますけども、あとね、あらゆるリグに対応万能スティックベイトね、40番のフックが推奨だよなんていうのがねここに書いてあったりしますが、まあこの便利なねブリスターパッケージで、おかっぱりの時はこの下でとりあえず2個ぐらい持ってこうかなんていうのと、まあこっちにはね4個入ってるよみたいな、こういうねパッケージでございます。じゃあね、早速ファンタスティック開けていきたいと思います。おっと、どうだ？はい、よいしょ、開かない、開いた、はい、こんな感じでね、じゃあ1本出していきたいと思いますが、はい、出てきました。あー、結構 SNS とかで見て大体どんな形かななんていうイメージはあったんですけども、ね、触ってみると非常にプリンとした張りのある感じで、この張りのある感じにいろいろなギミックの、ね、こういうスリット切れ目が入っていたり、まあお腹側にこのフックが露出しやすいようにするためのこういう、まあ、くぼみがあったりして、で今ちょっと触ってみてもね、このお尻の付け根のところのこの繊細な感じで、こうちょっと持っただけでもプルプル動くんですけども、ね、小さなレッグで、どんな感じなのかななんて思ったら、ここにねものすごい薄いこのね箇所があって、これによってお尻がこうねフリ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 動くね、なんかねすごいシンプルな形だから、どういうギミックがって思ったんですけども、手にしただけでですね、結構細かいこだわりのパーツがふんだんに使われて、あ、ここにねお腹側にこういうフィンがあったりして、でこのね一番後ろにもこういう感じのねフィンがついていて、まあノーシンカーでねこうダートさせて使うよなんていう感じでこう説明ね、動画なんか出てきてますけども、で同時に出たチャターベイトとね組み合わせてね、それで巻きの展開で使ったりにも良さそうだななんて感じたのと、まあサイズ感的にはこれ4.8 インチっていうことですけども、このお尻の方がほんとシューッと細くなっていくから、そんなにね、まあ、大きく感じないっていう印象があって、だから、4インチぐらいの印象で投げていけるんじゃないかな、 4.8 インチって書いてあるけどもっていうね、こういった感じがね今手の上では、感じております。はい、じゃあね、重さの方もね測っておきたいと思います。ですね、ファンタスティックノーシンカーで使うからね、ある程度重さがあった方がバヒュンって飛ばしやすいのかななんて思いますけども、はい、ゼロ出たんで、レイドジャパンのファンタスティック、これは何グラムでしょうか。 11.5 グラム、ね、11.5g あるから、まあ、ベイトタックルでもそんなベイトフィネスっていう感じにこだわらずね、通常使いのやつでね結構遠くまで飛ばせるんじゃないかな、ね、あとはそうですね、張りのあるスピニングタックルに PE ラインなんかを組んで、もう超ド円筒仕様にして、ボイルを狙ったり、こんな使い方もできるんじゃないかな。あとはですね、水中でまあ本当癖のないシンプルな形なので、フリーリグね、ヘビーキャロライナーリグの具、ラバージグの具なんかにしてもね、その
張りのあるボディだから、なんだろう、スイミング気味のラバージグ、ね、のトレーラーなんかにしても面白いんじゃないかな、ね、うん、シンプルなゆえにいろいろ想像力が、膨らむなぁなんていうね、そんなワームなんですけども、まあ出しどころで言うともうね、スポーニングとかアフタースポーンとかね、梅雨に入ってトップウォーターのシーズンなんかがスタートして、ここからじゃないですかね。ここからもうね、バスもだいぶ元気にね、活発に餌を追うような時期ね、そういう時に突入しているので、これで広範囲にそのベイトフィッシュを、ね、探し回っているバスに、狙い撃ちっていう感じ。あとは自分の釣りなんかでいうと、房総のリザーバーとかでいうと、ベイトタックルでちょっと太めのフロロカーボンラインとかにして、オーバーハングの奥にスパパパパーンって入れて、まあ、ちょっとフォールさせてからクイックイックイックイってこうね、ピッチしながらね、でたまにフォールさせてクイックイックイックイって、でオーバーハングの外側まで来たらもう回収して、また次のねシェードの奥に送り込むってね、こういった釣りなんかで使うようになってくるんじゃないかなってね思います。でね、結構よく行く釣り場だとまだベイトフィッシュのサイズが、3インチぐらいというかね、結構小型のやつがヒョロ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 群れで泳いでいて、そういうのにね盛んに捕食するなんていうシーンをよく目撃するんですけども、まあ、そんな時にねちょっと、もう結構いっぱい釣ったから少しだけワームのサイズ上げてサイズアップしたいななんていうね、そんな時にもこのぐらいのサイズ感と重さのワームってすごい、役に立つんじゃないかなっていうのと、あとは秋になっていくにつれてそういうベイトフィッシュもね、サイズが大きくなってくるなんていうこともあるので、まあそのここから夏から秋、まあ冬の初めにかけてね、どんどん餌の成長に合わせてここら辺のサイズに投げる、ルアーを変えていくっていうのもねちょっとやってみようかななんていうふうに思います。まあ、40番のフックがしょえるということなので、40の針をつけたらね結構ねバヒューンとね、使いやすいんじゃないかな、ね、そんな感じのワームです。でまだねちょっとね外が明るいんですけども、この後まあ、暗くなってきたら、まあ、またね水槽の方で水中でね、脳進化だとあんまりね動きとかね、撮影しづらいかなと思うんで、まあそのさっき言ったそうですね、ダウンショットとかテキサスリグの具にしてみたりとか、あとフリーリグとか直リグとか、そんな感じでね水中でこのお尻のパーツがどうプルルンってね動くのかなってね、そんなのも撮影していきたいと思いますので、ぜひですねそちらもご覧いただければと思うんですが、まあ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 、近日中にアップできるように、どんどんね編集していきたいと思います。なんかねほんとねこの独特なプリンとした存在感がちょっと今までのレイドジャパンのワームとなんかちょっと違った感じで面白いなーなんていうのね、感じております。あとねカラーもね魅力的なカラーが、たくさんラインナップしているので、自分はこういう、遠目でもシルエットがはっきりくっきり出たりとか、あとは濁った水形とか、あとは通常のクリアだけど濁ってしまった、ところとかでねシルエット出したいから、今回ねスカッパノンっていうカラーね選んでみたんですけども、まあこれスカッパノンっていうのかわかんないですけど、まあ、スカッパノン系のカラーですね。この他ねほんと魅力的な透明感のあるですねベイトフィッシュのような、カラーリングもいっぱいラインナップしていたので、店頭で見かけたらねぜひね手に取って、なんかねほんとねサイズ感がちょうどいいっていうことで、このあとこれの大きいサイズもねなんかスタンバイしてるってことで、まだ発売はされてないと思うんですけども、6インチ近いねサイズもねこの感じでスタンバイしてるってことなんで、そちらも楽しみですね。そちらはどう使おうかなって、まあやっぱりチャターベイトの具に良さそうだなって、このねサイズだと小さいサイズまで食ってしまうっていう時に、その大きなサイズ登場したらね、そういうのをトレーラーにしてね、普段だとデプスのデスアダーとかね、そういう小さいの余計のそういうトレーラーとかありますけども、まあレイドジャパンのこういうね新しい、まあバスもまだ見たことないだろうなんていうこういう波動ねのやつ入れてみたら面白いんじゃないかななんて思いますので、まあ、そんな感じでね、
いろいろな組み合わせで、まあ、ちょうどいいシーズンなので、使っていきたいと思います。とりあえずね、今回の動画長くなってきちゃったんで、まあ、こんな感じのワームですよってね、ご紹介なんですけども、引き続きね、水中動画動きの方もね、撮っていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンから新しく出たですね、マルチに使えるスティックベイト、ファンタスティック、これを買ってきて開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。